諫早湾干拓の排水門締め切りで漁業被害が生じたとして諫早湾内の漁業者が国に開門を求めていた裁判の控訴審、福岡高裁は今日原告の訴えを棄却しました。理由について福岡高裁は、湾の締め切りと漁業被害との因果関係は一部認められるものの、事業が高い公共性・公益性を有することや開門による農業被害などを総合的に考慮すると開門は困難としています。漁業者側は判決を不服として上告する方針です。